相対主義は、経験事象に対する見方が、その他の経験事象に対する見方との相対的、関係すなわち依存関係においてしか、客観的にはありえない、という考え方である。相対主義で重要なことは、ミューラー・ラウタが、ニーチェ矛盾の哲学において述べているような、他者の価値観を絶対化してしまうことなく、その価値観に対して、自己の価値観を持って、 矛盾を生成して示して相対化することなのです。即客体的理解から即主体的対重への契機なのです。ある相対主義者の主張によれば、人間は感覚などの認識上のバイアス、言語などの記号上のバイアス、またはその他の人々と共有する文化的バイアスのせいで、信念や振る舞いを自己の歴史的文化的文脈においてしか理解できない。 つまり、相対主義の主張とは、ある要素は特定のフレームワーク内視観点との相対的関係においてしか実在せず、そのフレームワークや立場は、すべての人々において異なるという考え方である。反対に、歴史的、文化的文脈に依存せず、どのような観点から見ても必ずまであるかあるいは、正しい命題というものがあるという考え方は、絶対主義と呼ばれる。 物の見方一般についてではなく、特定の主題について、相対主義を主張する場合には、例えば文化相対主義のように特別な名前が伏せられていることもある。英語で、絶対主義の語が文書において使われたのは1753年だが、キリスト教神学の中で、神を無制約の万能の存在とみなす姿勢のこととして、である。その後に、 1830年から政治学的意味で君主を無規制の絶対君主とする姿勢となって出現している。これが日本人一般に馴染みの意味合いである。これを基準として1865年から反対概念もしくは対立概念として相対主義という語が英語では出現している。君主支配は憲法などによる規制下にある 立憲君主にするべきだとするものである。絶対君主に対する立憲君主という語が一般的であるが、それが相対君主と呼ばれうるものだと考えると理解が早い。この意味においては、人が民主主義にあれば、おのずと絶対主義でなく相対主義に立つとなる。だが、この語における相対のニュアンスが、その後にさらに別のニュアンスでの相対になって、 ウォーフによる言語相対性という用語において1940年に使用された。諸言語は構成や価値判断が相互に固有であり、普遍、成立ではないということである。この主張は言語の表層においてはもちろんだとしている。諸価値判断の間のこの相違は、ある言語を使用するものの価値判断が、 その言語の価値判断によって規定されるとする相対主義の究極の観点にまでつながる。そして、ここで相対が普遍の対となっており、絶対の対となるのではなくなった。絶対性イコール無制約支配性がなくなったのである。その後の文化相対主義でも、言語相対論が言語についてなしたと同じように、文化間は価値判断が相違しているとする。 だがここでは、絶対主義だけでなく、普遍主義もなくなって、相対性を強調するだけの相対主義の極北に、文化相対主義はある。相対主義が、もはや先行した、参照物に依存した様態にはなく、自立している。相対主義とは、経験ないし文化の諸要素やその見方が、その他の複数の要素や見方と、 相対的関係すなわち相互依存関係にあるという考え方である。例えば、背が高い人は、彼よりも背が低い人がいなければ想定し得ない。逆に、背が低い人も、彼より、背が高い人がいなければ想定し得ない。このため、相対主義の前提に立てば、他者に全く依存しない絶対的に背が高い人は、存在せず、背が高い人と背が低い人とは、 相互依存関係にあるということができる。なお、しばしば、文化や価値観はすべて平等であるという平等主義や、自己の文化や価値観を他人に押し付けてはならないという寛容主義に、相対主義という名前が付されることもあるが、ここではこれらの間を厳密に区別する。また、いくつかの事物が、相互依存的に成り立っているという意味での相対性が、平等性。 等価性、または主観性を含意したり、あるいは反対に、絶対性が客観性と同義で用いられることもあるが、これらの間も、以下では厳密に区別しておく。主観性は相対主義にとって重要な論拠の一つである。ここで、主観性とは、事物の把握の仕方が個々の主体に依存しているということを意味する。すなわち、 相対主義の認識論的な根拠によれば、個々の主体によって把握された事象は、個々の主体の感じ方や捉え方に依存しているので、それとの相対的関係においてしか存在し得ない。このような論証の仕方は、古代イギリシャのソフィストにまで遡る。プロタゴラスは、ある人には、風は暖かく感じられ、別の人には冷たく感じられるので、風そのものは暖かいのか。 それとも冷たいのかという問いには答えがないと述べた。このような見解は万物の尺度は人間であるという彼の有名な一説に凝縮されている。簡単に言えば判断基準は自分自身という人間なのである。万物の尺度を科学的で客観性を取る原理や観測ではなく自分という人間の主観が物差しとなる感想や意見が 万物の尺度の一つであり、絶対的判断基準はなく、それぞれの人間の思いが判断基準だとするものである。人間には絶対的な共通の認識はないとするものである。相対主義と主観性、主体性は、こうして相互に連関するが、その時、この連関の他方には、絶対主義と客観性、客体性の連関がある。 ということを承知しておくことで視界が開けよう。これに対する反論は主に三つある。反論は最初から真理や価値の主観性を否定する。プラトンによれば感覚によって捉えられるこの現実世界は不確実であるが、魔術材としてのイデアがイデア界に保管されており、人間は死によってその世界を垣間見ることができる。つまり、 人間は何らかの客観的視点を有しており、真理や価値は、その客観的視点から見れば単一である、として、刑事上学主義によることで、楽観的に否定するのである。反論は、真理や価値の主観性を否定するのではなく、主観は多様であるがゆえに統一されないという、見解を否定する。カントによれば、人間は、 客観的事物すなわち物自体を把握することはできないのだが、そのことは、真理の把握や普遍的倫理の確立にとってなんだ、妨げにならない。プラグマティズムは、全2社の刑事上学的な反論から離れて、功理主義的に最終真理の概念を擁護する。すなわち、絶対的真理を仮定した方が、相対主義を徹底するよりも有用だという考え方である。 このような立場から見れば、真理は客観的に把握され得るか否か、主観は統一され得るか否かという問題は、我々の生活において肯定されるべき問いではない。相対主義が寛用と両立するか否かは、倫理学における論点の一つである。問題の所在は、事実あるいは価値観の相対性を任用した後で、自己の意見を他者に押し付けても良いという主張をそこから、 除去することが可能なのかという点にある。つまり、相対主義の前提から言えば、寛容と不寛容は相対的関係にあり、どちらかが絶対的に正しいわけではないと言わねばならないのかという疑問である。グスタフ・ラートブルフの寛容論と相対主義法学者のラートブルフは、法学における価値相対主義の先駆者であり、彼によれば相対主義とは、 究極の立場の学問的基礎づけを断念し、各個人に立場を取ることの諸々の可能性を余すところなく提示することにのみ、自己の任務を限り、各個人が立場を取ること自体は、彼の人格の深みから生じたところの良心に委ねる方法を意味する。このような相対主義は、すべての価値判断を、その主張者にとっては同等の権利を持つものと認めるので、 普遍的寛容につながる。このため、ラートブルフは、彼の著作において、例えば二つの個人間を比較しながら、自己の価値判断を留保するという記述手法を採用している。アルトゥール・カウフマンの寛容論と、相対主義同じく法学者であるアルトゥール・カウフマンは、相対主義の相対化によって、寛容との調和を図る。相対的な相対主義とは、すべての主張は、 家庭的な認識価値しか許さないという主張を自分自身にも認める立場である。つまり、相対的な相対主義は相対主義が誤っているかもしれないということを承認する。これに対して、絶対的な相対主義、すなわち絶対に、すべての主張は家庭的な認識価値しか許さないという主張は、ウルリヒクルークが論じているように、 自己矛盾であるから論理的に成立しない。カウフマンによれば、他者の意見に対する態度には三つの種類がある。一つは、無関心な態度であり、このような人にとって、すべての意見は、相対的に、等しく妥当するがゆえに、どうでもいいことになる。もう一つは、不寛容な態度であり、そのような人は、自己の絶対的な信念に逃げ込んでしまうので、他人の意見を確かめたり、 補なったり、修正したりする気持ちを持ち合わせていない。最後の一つは、寛容な態度であり、それは、真理の獲得のために自らを他者に開き、一定の判断と投石を行うが、しかし、常に、自分は間違っているかもしれないということをわきまえている。そして、このような寛容の原理の背後には、真理の存在は寛容の必要条件であるという、考えがある。 カール・ポパーの慣用論と、相対主義科学哲学者のカール・ポパーによれば、相対主義とは、何でも主張できる、ほとんど何でも、従って何も主張しないという立場である。ポッパーは、このような相対主義を、知的無責任、常識と理性の破壊として批判する。彼は、客観的心理理念及びか流生を前提とする、批判的多元主義を相対主義に対峙し、 人間の無知を強調することによって、寛容を擁護する。寛容は、我々とは誤りを犯す人間であり、誤りを犯すことは、人間的であるし、我々のすべては始終誤りを犯しているという、洞察から必然的に導かれてくる。としたら、我々は相互に誤りを許し合おうではないか。これが、自然法の基礎である。ボルテール。 啓蒙とは何か相対主義について絶対主義的立場から非常に頻繁に持ち出される古典的な批判はそれが自己言及のパラドックスに陥るために立場として矛盾を含んでいるあるいは完全ではないというものである古くはプラトンが手相手とすにて指摘した批判の概要は次のようなものである相対主義は典型的には いかなる命題も絶対に正しいということはないというような主張を含んでいる。しかし、いかなる命題も絶対に正しいということはないという主張自身は、果たして絶対に正しいのか、それとも絶対に正しいということはないのかという点をめぐる矛盾が発生する。もしも相対主義が正しいとしたら、いかなる命題も絶対に正しいということはないはずなのだが、 それならば、いかなる命題も絶対に正しいことはないという、命題も絶対に正しいということはなく、したがって、絶対に正しい命題が存在するはずで、それは、相対主義の基本的な主張と矛盾するため、相対主義は間違っているというものである。ありがとうございます。